化学式 C8H6N2 の複素、乾式化合物である。ベンゾピリダジンとも呼ばれる。異性体に、フタラジンなどのナフチリジンがある。油を有機塩酸塩と塩基で処理することによって得られる。エーテル溶液を有点まで冷やすと、白色の光沢のある針状結晶に強結晶化する。フリー塩基での有点は、摂氏39度である。 放水クロラールに似た刺激臭がある。真のリン誘導体であるオキシシンノリンカルボン酸は、オルトフェニルプロピオールサンジアゾクロライドと、水から作られる。オキシシンノリンカルボン酸を加熱すると、オキシシンノリンが得られ、有点の摂百225度まで5塩化リンと、加熱すると、クロロシンノリンが得られる。この化合物は、鉄粉と硫酸によって還元されて、 ジヒドロシンノリンになる。この化合物が初めて合成されたのは、痴漢器があるもので、アルキン OC6H4C52H を水中で、管化して得られた4ヒドロキシシンノリンマイナス3カルボン酸であった。この生成物を脱炭酸とヒドロキシルモの還元をすることで、母核であるシンノリンが得られる。この反応は、リヒターシンノリン合成と呼ばれる。 この合成法を発展させた方法が存在する。それは、酸化水銀を使って、ジヒドロシンのリンを脱水素する方法で、塩酸塩として単理できる。古典的なシンのリンの合成法は、ビドマンストーマー合成といい、アルファ、ビニルアニリン、塩酸、アショウ酸ナトリウムの閉環反応である。はじめ、アショウ酸ナトリウムがアショウ酸に転化し、 旧電子剤である酸酸化に窒素中間体となる。次に、その中間体が水を失って安定した、ニトロソアミンとなり、ジアゾニウム塩を形成し、ビニル元によって、閉環する。この反応の概念は、バンバーガートリア人合成に関係する。合成法は他に、ボルシェシンのリン合成がある。毒性がある。ビクター・フォン・リヒテル・ウーバー・シノリンデリベート・ケミシャ。 ベアリクト、1883、ボリューム16、ピアニッシュも677から683、パリック、ジェイショー、CJG& メータ、LK、パイライレシンズ、シノリンズ、ベンゾシノリンズフサラジンズ、ロッド、エスケミストリー・オブ・カーボン・コンパウンズ、2004、1から69、ネームリアクションズリエージェンツ、インオーガニック・シンセシス・ブラッドフォード・ピーマンディー、 マイケル・ G ・エラード、フランク・ G ・ジュニア、ファボルロ 2005ISBN0471228540。ありがとうございます。